それでは、川島選手インタビューをさせていただきます、まず純粋に、率直に試合の感想からお聞かせください。はい、試合の感想、やっぱり相手の小林選手の圧とか結構すごくて、まあ、自分のやりたかったことを、まあ、10個のうち1つも出せたか出せないかっていうぐらいなんですけど、まあ、今はとりあえず勝ててほっとしてます。まあ、その圧がすごくてということだったんですが、その試合前の印象と実際に戦ってみての印象、何か変化がありましたか？試合前の感想はもちろんパンチは強いなっていう印象あったので、すごい警戒してて、で実際試合してみて、空振りで、拳じゃないところが当たった時にすごい効いたっていうよりかはずしんとこれもらったらやばいなっていうのもあったので、試合前と後の印象はそんなに変わってはないです。ちなみにそのご自身やりたかったことができなかったということなんですが、どんなことが特に考えていたこととできなかったことっていうのは、もっと、今日はミドルしか出せなかったんですけど、もっと回転技だったり、チラシパンチももちろんやってきたので、そこからの蹴りのつなげ、そこら辺をもっとできたらいいなと思ったんですけど、ちょっとできなかったので頑張ります。では改めて今後の目標を教えてください。今の実力戦績じゃもちろん、大きいことは言えないんですけど、これからしっかり頑張って上の選手、一人ずつ引きずり下ろすので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。